東欧日報は主に青森県内で購読されている新聞。本校では発行者である株式会社東欧日報社についても述べる。紙媒体としては長官があるかつて有官が平日のみ発行されていたが2020年9月より有官を廃止し長官単独死となった。かつての超有観完全セット制の発行部数は約20万部。青森県内及び 県外一部地域では配達による購読、それ以外の地域では郵送料金が上乗せされる郵送方式による購読が可能。また、青森県外在住者に向け、紙面をそのまま画像データとして受け取れる電子版サービスを行っている。青森県全域で購読される県市であるが、八戸市周辺では、ベイリー東北、弘前市周辺では、 道の区新報がそれぞれエリア紙として発行されている。特に、八戸周辺では、デイリー東北の工人を廃していることもあり、もともと個人新聞店や、当社の子会社筋である、東欧日報販売八戸支社が担っていた、八戸市内での販売は、2011年12月からは、市内の朝日新聞販売店と業務が統合され、新設された、八戸東欧。 朝日販売センターが担当している。東欧の名前の由来について、同社はウェブサイトにて、定かな由来は分かっていないものの、東の地域のさらに奥という意味ではないかとしており、また、東欧日報総監者である菊池九郎が、東欧義塾の創立者でもある点について触れている。なお、青森県内では、東欧信用金庫など、その他にも東欧の名を冠した。 企業名等があるが、そのすべてが、東日報社と関係しているわけではない。本社、青森県青森市、第二問山町三丁目一番89号長官では、最終面と中面系2面に掲載されている。特別番組が放送される場合は、ごく稀に番組欄に黄色の網掛けがされることがある。BS デジタルテレビの番組表が掲載。 CS 放送番組表右側には CS 放送の以下のテレビ番組表が掲載。北海道、岩手県のテレビ局の番組表が掲載。最下部には青森県、岩手県、北海道及び在京 AM 民放キー局のラジオ局の番組表が掲載。岩手面恋テレビ開局以前は北海道の放送局が青森の放送局と同等のサイズで掲載され、 岩手や秋田の放送局の扱いは小さかった。ラテランに初めて掲載されたテレビ局は NHK 箱立放送局と北海道放送であるが、北海道放送は北海道テレビと表現されていた。これは青森県ではまだテレビ開局がなされていなかったことと、すでに開局済みだった北海道2局が青森県でも多く受信できたことによるものである。 アナログ時代の在京テレビ局や在中テレビ局などと同様に親局のチャンネル番号がその後 NHK と RAB の八戸テレビ中継局及び NHK 青森放送局教育テレビ開局時は教育テレビ青森親局と総合テレビ青森放送の八戸テレビ中継局のチャンネル番号も掲載されていたなお RAB が テレビのサービス放送を開始した時は ATV と ABA とは異なり NHK 及び HBC と併記せず別枠に掲載していた1960年代末からは県内と隣接同県に UHF 局が開局したが1970年代初頭頃までは地元局である ATV 以外の UHF 局の番組表は記載せず 隣接同県の VHF 局の番組表と HBCSTV の函館局及び IBC2 個局と ABS は北本局のチャンネルが掲載されていた。ちなみに在青テレビ局については当時開局していた青森本局と全中継局のチャンネルを VHFUHF 問わず掲載し、その後は別枠に全送信書中継局チャンネルを掲載していた。 なお、隣接同県の UHF 局で最初に掲載されたのはテレビ岩手。さらに、九百六十九年十一月一日のサービス放送開始時から ATV の番組表を掲載した。九百七十年代後半には、隣県のテレビ局は青森放送と同じ日テレ系である STV テレビと ABS テレビ及びテレビ岩手、青森テレビと同じ TBS 系である。 HBC テレビと IBC テレビのテレビ欄のみ掲載していた。ただし、今とは異なり、全番組を掲載せず、青森放送及び青森テレビと異なる編成番組のみ掲載し、それ以外については、テレビ欄の下に、他の番組は RAB と同じと記載していた。ただし、HBC テレビについては、ATV の JNN への完全なネットチェンジまでは、 IBC テレビと同じと記載されていた。1980年代前半は、林県のテレビ局の番組欄は、在アオラジオ局とスペースが入れ替わる形で在アオテレビ局の下にミニサイズで記載される。なお、この頃からは、早朝の番組とすべてのミニ番組を除き、全番組が記載されるようになる。その後、秋田テレビのテレビ欄も記載されるようになり、 1987年3月からは、北海道テレビと北海道文化放送のテレビ欄も記載された。1991年9月24日からは、北海道テレビ、北海道文化放送のテレビ欄と、NHK 衛星第1テレビ NHK 衛星第2テレビのテレビ欄が入れ替わる。岩手面ンテレビ開局後も、岩手の扱いは、北海道より小さい時期が続く。 青森朝日放送開局までの期間は、青森民放2局に北海道テレビと北海道文化放送を並列する。ついで、青森朝日放送開局後は、フルサイズ掲載は NHK と青森民放3局のみとなり、北海道と岩手、秋田は、小サイズで最終面下方に、レイアウトされる。なお、2000年前後には、第二テレビ欄で、北海道文化放送と、 テレビ北海道は、在野ラジオ局と同様に、フルサイズ、ブット TVH を除く、在札局とミット以外の財政局及び在野テレビ全局は、ハーフサイズで記載されていた。1993年、青森ケーブルテレビが北海道文化放送に加え、テレビ北海道の再送信を開始するが、青森県内の新聞社のテレビ欄には、テレビ北海道がなかったために、 青森ケーブルテレビが加入者にテレビ北海道の番組表を独自に配布する形態となった。こうした影響もあり、1995年から青森民放3局に北海道文化放送とテレビ北海道をフルサイズで並列させる形となった。ただし、この頃から岩手面恋テレビについては八の方面のみでフルサイズ掲載となる。この影響でラテランは 最終面以外にも掲載される運びとなるが、秋田民放三局は、スペースの都合上からか削除された。1994年12月1日から1996年3月10日までは、財政テレビ局のテレビ欄が非掲載となった。1998年頃より、現在の青森民放三局に岩手面濃いテレビを加えた形となっている。勇敢に限っては、 2005年よりテレビ北海道もフルサイズ掲載されている。また土曜日に発行される週刊テレビパークも同様にフルサイズでテレビ北海道の番組表が掲載されている。その他ウェブサイトウェブ東欧は東欧日報総監111周年にあたる平成11年11月11日11時11分11秒に開設された。これまで 過去の記事も含め自由に検索、閲覧ができたが、2008年1月16日からは、東欧ウェブ読者クラブのサービス名で突如会員制となり、当日の記事の全文閲覧を含め、こうしたサービスは読者限定へと移行した。このため、県外からの閲覧者に対しては、青森県のニュースの詳細が見られないなどの不便さを抱いていた。その後、 2008年10月1日には、県外在住者限定のサービスである、東欧日報電子版が開始され、電子版の購読を申し込むと、ウェブ東欧の東欧ウェブ読者クラブの入会が、県外在住者でもできるようになり、二段落目以降の記事も閲覧できるようになる。ありがとうございます。